隣のおばさんがね、毎回これ作るっていうから。おはようございます、ゴンタスキッチン、ゴンタです。今日はね、ちょっと風が強いけど、また畑に来ました。そら豆が、もう最後、どうしても作りたかったのがね、できちゃったからね。そう、俺を作ろうと思うんで、今日は朝から収穫します。ちなみに今、5時21分、一人で喋ってます、畑で。じゃあちょっとそら豆収穫してみよう。もうね、これで最後のね、畝なんだよね。結構取ってね、人にあげちゃったんだけどね、まだ取っといてよかったよ。今日はもうこれ全部収穫しちゃう。意外となってるんだよね。まあちょっとこれだけあれば十分なんで、ちょっとこれももう持ってこう。よいしょ、はい、戻ってきました。どのくらいあるか、約 200g だね。 200g ありました。これだけあれば十分。エビ、そら豆の半分ぐらいの量でいいか。小さなエビなんでね、あんまりねガシャガシャ洗う必要はありません。こうやって爪楊枝で取っちゃいます。そら豆と同じぐらいのサイズに切ればいい。そら豆は皮をね、剥いてからやる。一回茹でた方が剥きやすいかもしれない。軽く茹でてつるんと剥いた方が、皮を剥くためだけの茹でだよね。意外とめんどくさい。もっと簡単に剥けるかと思った。俺いつも皮ごと食べちゃうからね、剥いたことないですよ。できた。もうここまでくればできたようなもん。これね、2つにパカンと割っちゃっていいみたい。割らなくてもいいけどね。はい、できました。めちゃめちゃ美味しそう。俺ね、これ作るの初めてなんだよ。隣のおばさんがね、毎回これ作るって言うから、そんなに美味しいなら作ってみようと思って、そら豆もらったらこれ作るっていうぐらいもう美味しいって言うから、レシピ調べてみると結構出てるんだよね。だから俺も食べる。じゃあ早速いただいてみよう。めちゃくちゃうまい。こんなのうまいに決まってるよね。でもね、そら豆がねホクホクで、エビがプリプリ、ホクホクプリプリ、めちゃくちゃうまいよこれ。7時前だけどもうビールが飲みたいね。うん、で玉ねぎとか入れるかき揚げでもよかったんだけど、このそら豆とエビだけっていうのが味噌。楽しみたい、そら豆とエビだけで。うん。 Take it